J1 の優勝争いが絞られてきたサンフレッチェ広島と FC 町田ゼルビアが勝ち点59で並び1ポイント差同58でヴィッセル神戸この3チームの争いである31試合で61ゴールの破壊力を見せている広島は夏場の補強が走行しているトルガイ・アルスランは7試合7ゴールしかもたった9本のシュートで7点という驚異的な決定力だ ポジションは3421システムの左側のシャドウでプレイする機会が多い。ブラックバーンへ移籍した大橋祐気と入れ替わりに加入して、大橋の穴を見事に埋めた。取ルガイはあまり速そうには見えない。ドリブルの際にいわゆる、二軸を使っているからだと思う。左右にごく小さくステップを入れて、どちらにも動ける体勢。対面の相手の反応次第で逆をついてドリブル、パスを行う。 一旦止まりかけるので遅くなるのだが、結果的に相手の逆をつくから相対的には早い。この5の線を取るプレースタイルが余裕ある選択につながっている。レッドブルザルツブルク、オーストリア、移籍した河村拓夢の後釜には川辺春を補強した。2021年にグラスホッパーチューリッヒ、スイス、移籍していたが、古巣へ復帰した形。 河辺の加入も大きな力になっている。チーム内最多得点、11ゴール、の大橋、ダイナミックに攻守に貢献し日本代表にも選出されていた河村。この二人の離脱は大きな痛手になるはずだった。しかし、トルガイと河辺はそれを補ってあまりある補強と言える。ヒャエル・スキッペ監督の就任以来、広島はタイミングの早い攻め込みと、 それに続くプレッシングを戦術的な特徴としてきた。大橋、河村はそれにフィットした選手だったわけだが、トルガイと河辺によって少し違った面が現れている。スピーディーな攻守は大きく変わらないが、新加入二人の技術と判断が落ち着きを与えているように見える。より試合をコントロールできるようになり、ポゼッションからの攻撃が新たな武器になった。チームはより洗練され、 バランスが取れてきた。広島はさらにゴンサロパシエンシアも獲得、ドーグラス・ビエーラ、ピエロス・ソティリューと3人のセンターフォワードを抱えることになった。3人とも高さがあるので、シンプルなハイクロスを得点に変えられる。似たタイプが3人も必要かはさておき、過密日程を戦い抜く体制にはなっている。欧州と J リーグではシーズンのズレがあり、 毎年6から8月には主力選手が欧州クラブに引き抜かれている。一方で、欧州から選手を獲得する機会でもある。広島はそれを最もうまく利用したチームだったのではないか。著者プロフィール、西部健次西部健次1962年生まれ、東京都出身。サッカー専門誌の編集記者を経て、2002年からフリーランスとして活動。 95年から98年までパリに在住し、欧州サッカーを中心に取材した。戦術分析に定評があり、サッカー日本代表戦術アナライズ、完全、戦術リストランテ、ソルメディア、など著書多数。